バイユーは、フランス、ノルマンディー地域圏、カルバドス圏のコミューン。4世紀以降、市教座が置かれ、県の軍庁所在地であるバイユーは、ウィリアム征服王のノルマンコンクエストを刺繍で、表した、バイユーのタペストリーで有名である。オーバーロード作戦の時、連合国軍が上陸した海岸から数キロ内陸に、ある、別山地方の首都バイユーは、作戦によって解放された。 最初の主要都市である。ノルマンディの戦い後も古くからの状態で戦火を逃れた稀なノルマンディの町であり、豊かな建築遺産、文化遺産を保持している。コミューンの地図バイユーは、イギリス海峡の海岸から7キロメートルカーンの西3 0トルにある。海抜は3 2ルから6 7ル平均は4 6ルであり、市街を追う川が横切る。 町は、パリカーン・シェルブール間を走る、国道13号線及び、鉄道路線の軸上にある。県北西部、ベッサン地方の首都である。バイユー駅は、パリ・サン・ラザール駅シェルブール線と、テルカーン・連路線が停車する。バス路線を運営するバイバス社は、主要路線で、バイユーと隣接コミューン、3、マルタン・デザントレとサン・ビゴー,ルイ,コール,ルイコールグランに、ショイニス。 サンマルタンデザントレ方面と3つの地区にサービスを提供している。県が設置したバスバートは近隣コミューンへのアクセスを提供している。市内中心部にある約3000カ所の駐車スペースはほとんどのスペースが簡単に駐車でき無料である。バイパスはバイユー環状道路である。市中心部の通りは戦車が通過するには狭すぎたためイギリス軍の上陸後に 最初の部分が建設された。高速道路基準に準拠して、バイユーの道路が転換されるまで、バイパスは国道13号線を延長していた。サイクリング網は非常に限定されているが、改善が計画されている。最寄りの空港は2 1トル離れたカーン・カルピケ空港である。イギリスに向けた海上輸送はカーン・ウイストラムコ・ーポーツマスコーラインである。 バイユーはナポレオン三世によって1858年に完成したパリシェルブール鉄道路線が通っていた。1899年以降、バイユーにはカルバドス鉄道会社によってポルタンベッスンやクルスルシュルメールを結ぶ地元鉄道が運行していた。この路線は1904年にバレロアまで延長された。路線は1931年と1932年に 格下げされた。下の表は2007年の気温と降水量を示している。コミューンにある6900個の住宅のうち個人住宅は2900個である。バイユーには地域内で42%の公営住宅があり、そのうち80%がアパートである。コミューンは花の町コンクールで3つ花を獲得している。地名は紀元前一世紀に オーガスティド・ユラムとの綴りで証明されている。400年代にはキビタス・ベイキャシアム、410年代にはベイウカス、1155年にはベイアンスであった。かつてはガリア系のバイオカセス族が本拠地を置き、ローマ帝国時代末期に頻繁に見られたように、部族の名前が都市の名称に移された。バイユー住民たちは地元生まれかそうでないかを地元住民の自称である、 バイウカススとベイアーセインズのどちらを用いるかで区別している。オールガーガロローマ時代の紀元前1世紀、オーガスティド・ユラムの名でバイウは建設された。バイウはベッサン地方の中心地でアントニウス・ピュース・帝時代のダイプリニウスによってその名が記されたガリア系のバイオカセス族の領地であった。しかしながらバイウの土地への人の定住はコムにある エスキュールの要塞化した陣地によって証明されたように、より古くから行われていた。面積が35ヘクタールの別の要塞化された陣地がカスティヨンに存在した。歴史形はベッサンがローマ帝国に併合される以前にケルト都市が実在したという証拠を持っていない。バイユーはおそらくオール川のほとりやドローム川のほとりからサンルオールの位置にかけて点在する小屋、 彼らが崇拝した、ホニュさんのドルイドの小屋に限られていたのだろう。カエサル・がガリアに侵攻すると、彼の副官の一人、ティトスサビヌスが、ベッサ山に入って、先住民をローマ支配に従わせた。古代のバイユーに関する情報は、今も不足している。プトレマイオスは、ノアメイグス・ビジェキャシアムの名で町を引用し、ローマ支配の間この地名が維持された。その後町の名は、 バイウカスサムに固定された。現在のバイユーのメインストリートは、この頃すでに交通の軸だった。二箇所の浴場があり、一つは、現在のサンドラン協会の下もう一つは、レティエール通りの旧郵便局の建物下にある。浴場跡は、ローマの監修と信仰を採用していた証拠である。なぜなら、ミネルバ女神の東部彫刻が出土したからである。 19世紀大聖堂の下で重要なローマ建築の存在を予感させる巨大な彫刻のブロックが発見された。町はノービアメイグスレクサバイオーラムとアラウナの間の重要な交差点に築かれた。この交通軸はリクメイニスマキシマスといい、現在のグランデュ通りである。町は古くに川の西岸で発展し、ノルマンディの重要な商業と市工業の中心になった。 バイユーとサンビゴールイコールルイコールグランにまたがるフォニュ3では考古学的発掘によってネクロポリスが発見された。かつてのドルイドの本拠地、フォニュ3は町の宗教的アイデンティティ構築に大きな貢献をした。3世紀後半、市街は外部の侵略から身を守るための壁で囲まれた。それは広い四角形をしており、我々は現在も おおよその後をたどることができる。大聖堂の位置は四角形の南東の角にあたる。現在のドゴール広場にかつてあった。中世の城は四角形の南西の角であった。南のブルベヌール通りの庭園の下と北のサンマロには要塞跡の一部が数箇所残っている。バイユーはその後第二ルグドゥネン室の重要な都市となった。バイユーは サクソン人とフリース人海賊に対するローマ軍の沿岸防衛システムであるライタスサクセニカムの要所の一つであった。ライカイ人、バタビィ人で構成されるローマ守備隊はノキティアディグニタートムにおいて証明されている。歴史家たちは235年から238年の間のマクシミヌストラクスミカド時代、聖、フロクセルがフォニュサンで殉教したと特定している。聖、 エグジュペルはそこで、福音伝道の最初の衝動に借り立てられたのだろう。万有司教であったセービンゴールはその地でドラゴンを殺し、修道院を建てた。5世紀、定作戦地方からやってきたサクソン人集団が定住し、そこはオットーリンガサクスニアと呼ばれた。6世紀後半には、住民たちはキリスト教家され、町は繁栄し、宗教的な中心地となっていた。 5世紀、西ローマ帝国崩壊と共にバイユーは、ネウストリアに併合され、司教たちの権力が強くなり、時には、カール・マルテルの老いである遊具のように王族から司教が選ばれた。マティルダ王妃のタペストリーからの抜粋890年、バイキングたちは町を破壊したが、10世紀初めの、ボソン王時代に再建された。11世紀には、過去一の外側、 主に北と東に5つの村が作られた。これは、高領時代の都市の発展を反映したものである。司教遊具二世と彼の後継者、オドンド・コント・ビルの指導の下この町には1077年に新たに大聖堂が建造されて豊かになった。しかし、この時期に町は影響力を失った。ウィリアム征服王が広告の首都をカーンに定めたのである。1105年。 ノルマンディー公ロベール2世紀の公国が弟のイングランド王ヘンリー石学王に攻撃された時、バイユーはグニエドネーによって守られたが、ノルマンディーの他都市と同様に攻略され、燃やされた。1204年、ノルマンディー公国がカペー王朝に併合されたため、カペー家の政治的、経済的重要性が強まった。当時のバイユーにはおよそ20の教区教会と、 礼拝堂があった。バイユーはリチャード自身の王から自治憲章を買うことができるほどに裕福だった。12世紀初頭から100年戦争終盤までノルマンディの都市アブランシュやカーンとは異なり、1417年までそのままの状態だったが、略奪に繰り返し苦しんだ。その後イングランド人が街を奪取し、長年にわたって街を略奪し、 イングランド王ヘンリー5世に復従させられた。フランス王シャルル7世は、1450年4月14日のフォルミネイの戦いで、ノルマンディー再征服を開始し、5月14日から5月16日まで、イングランド軍が牢上するバイユーを包囲した。デュノワ白が街を攻め落とすと、シャルル7世は、バイユー住民たちに恩赦を与えた。1450年は繁栄の始まりであり、 信仰家紋が権力を握り、古くからの家紋が戦争と薬病で衰退していった。彼らは住宅や塔のあるマノワールを建設した。これらの建物のうち約60軒が市内に点在している。石材は徐々に木材にとって変わりつつあった。ルネサンスはほとんど痕跡を残さなかった。当時の最も美しい作品の中には、 1544年から1548年の間に建てられたサンパトリス教会、旧司教邸宅礼拝堂の内装建築がある。ノートルダム大聖堂のランタン島大聖堂の主部、バイユーは4世紀以来司教区の所在地であり、ノルマンディ公領から1749年まで司者区領であった。17世紀はネスモン司教の推進力の下で、 宗教施設が発展した時代だった。バイユーは当時、神学校、病院、ベネディクト会修道院、ウルスラ会修道院、ノートルダムシャリテ会修道院、12を超える邸宅が建設される大きな計画の中にあった。バイユーは、カルバンハシントとカトリック教徒の間の衝突が凝縮されたと言わねばならない。新教徒の反乱軍は1562年に町の主人となり、 宗教遺産の大部分を破壊した。トリエント公会議の後、バイユーは対抗改革の中心となり、1615年から1650年にかけて、フランスはドネスモンが、司教職にある官藩改革の枠組みの中、5カ所の宗教施設が設置された。町の住民の10人中1人が宗教家だった。この時代は、京タペストリーを所蔵するネスモン邸や、病院のように、 17世紀の特徴的な建築物を多く残している。この時代はまた初のレース製造工場が設置された時でもあった。繊維製品の成長は町の産業的要素を強めた。18世紀初頭になって初めて町は城壁の大規模な破壊、堀の埋め立て、当時の税を物語る邸宅の建設などにより大きな変化を遂げた。1770年代は 二つの重要な政治事件によって特徴付けられる。バイユーにノルマンディ行政裁判所が設置されたこと、アメリカ独立戦争の一環として、募集基地と呼ばれた軍事演習場が設けられたことである。しばらくの間、町は王国最高の司法及び軍事当局を要していた。ラングロワケ時代のバイユー時期19世紀の糸、レイス、ポアンドバイユー1793年、 ジョアシャン・ラングロワはバローニュで磁気工場を始めたが財政上の理由から1812年に閉鎖せざるを得なかった。彼はフランス革命後に空き家となったバイユーの元ベネディクトカ修道院建物に事業を移すことにした。製造の歴史は事業を支配した三家族の時代と一致する。1812年から1849年までのラングロワ家。 時代、1849年から1878年までのゴスヤ時代、1878年から1951年までのモルランヤ時代である。工場は、コミューンのピューで採掘されたカオリンを原料とした。原料のカオリンは、その硬さ、高温及び熱衝撃に対する耐性で有名だった。モルランや時代になると、製品は研究所向けに特化し、 国際的な評価を得た。バイユーのレースも有名である。フランス・ワドネスモンは1676年に援助を受けている子供たちの世話を病院の修道所たちに託した。こうして彼女たちはレース生産に乗り出したのだが18世紀にレースの大ブームが来るまではその規模はささやかなものだった。1784年には 市内の工場で1000人以上が働いていた。革命後、事業が教会から切り離され、25の事業所がレース生産専業だった。その中で最も有名なのがメゾンタルディフト、メゾンカルパンティエコールドラマールである。レース職人の手による生産は、機械化と最後の工房メゾンルフェービュルが1973年に閉鎖されたことで大きな損害を受けた。 バイユーにはレース工芸学校があり、贅沢な服飾品の創造を専門としており、エルメス、クリスチャン・ディオール、クリスチャン・ラクロワとの仕事をしている。バイユーのレースは黒い絹糸とボビンの交差で構成されている。製造されるレースの幅と複雑な模様に関連した数のボビンを使い、レース職人は食器に固定された厚紙のカードに描かれた線や点に従って、 アムノである。大きなレースは、ラクロックと呼ばれる目に見えない針のポイントを使って、結合されたいくつかのテープで構成される。バイユーのレースは、陰影の効果、その装飾の豊かさで有名である。現在のバイユーのレース事業者は、現代的なグラフィックを備えたモデルを製造している。ボビンレースは、バイユーレースの特産品である。それは、ノルマンディー、ー特に、 カーンとバイユーの地域で広く普及している。レース生産の創造と国際的な評価を得た工場の重要性、両方の点からよりダイナミックである。使用される材料はリネン、供給機器の時代になると面が用いられた。レースは主に花模様の苦笑的なデザインだった。真珠、レドクール、ガドルーニング、定型化された葉、貝殻、樹水板。 網目模様といった古典的な装飾から得た建築的モチーフも備えた。それはパリとシャンティ地域で作られたレースから生じているが、バイユーレースが現在の形となったのは18世紀半ばである。次の世紀にはバイユーのレースそのものが流行のスタイルとなった。従って主要な博覧会で正式に登場している。その後、アランソンと アルジャンタンで製造されるニードルレースが主張するイメージに強く触発された。バイユーのレースは収集家を夢中にさせ魅了し表現意欲をかき立てる。新しいクリエイターは職人技のレース作りに独自のノウハウを適用しながら新しいアイデアと新しい素材で伝統を継承しようとしている。20世紀初頭。 バイユーの典型的なコアフイギリス陸軍第30、軍団の m 4中戦車とジープ車が、ノルマンディーの戦い最中のかの1944年に、バイユーを通過する1944年6月14日、バイユーの街を歩くドホール将軍を熱狂的に歓迎する、群衆19世紀のバイユーは、農業、レース、時期で有名で、大きな変化はなかった。街はまだ中世の名残を止めており、 ブルジョワの住居が充実していた。当時から有名なマティルダ王妃のタペストリーは発見されており、街の象徴にもなっていた。1835年に図書館、博物館が開館した。この街は19世紀の科学的、技術的発見によってもたらされた大変動から逃れることはできなかった。パリ・シェルブール鉄道は1858年8月4日、 皇帝ナポレオン三世と皇后ウジェニーによって開業した。1861年に公共照明のガストが登場し、1886年に公共水道、1913年には電気がもたらされた。バイユー最初の映画館、シネマノルマンディは1923年に開業した。1940年、バイユーはドイツ軍に占領され、海岸を ドイツ軍が制御するようになった。レジスタンスのネットワークは解体されるものの、ギオム・メルカデルの名前が伝えられている。彼は、ベーの道でトレーニングしながら、抵抗運動のメッセージを伝達した、自転車選手であった。ネプチューン作戦の翌日、1944年6月7日、ゴールドビーチに上陸したイギリス軍は、バイユーに入った。バイユーは、フランス本土で、 初めて解放された主要都市となった。バイユーは1944年6月の連合国による爆撃と戦闘から逃れたが、代わりにノルマンディーの戦いで爆撃された者や戦闘の負傷者を何千人も受け入れ、手当てをした。学校やコレージュは即席の病院となった。バイユーは完全に無傷のまま残るレナカルバドス県の町である。 1944年6月14日、クルスルシュルメールにて、フランス本土に上陸したドゴール将軍は、徒歩でバイユーに向かい、連合国とフランスの同盟関係を確認する演説を行う前に、熱狂的な群衆に囲まれた。将軍は、フランスワクーレを、フランス共和国暫定政府により設置された共和国委員に任命し、1942年に、 ビシー政府が任命したピエール・ロシャオ解任後、レーモント・リブーレを副知事とした。この時期を記念した多くの記念物には、フランス国内で最大級の第二次世界大戦イギリス軍へ霊房地が含まれる。両陣営の兵士の墓が4648墓、内訳はイギリス人3935人、オーストラリア人17人、ニュージーランド人8人、 南アフリカ人1人、ポーランド人25人、フランス人3人、チェコ人2人、イタリア人2人、ロシア人7人、ドイツ人466人、国籍不明1人である。記念碑には2808人の行方不明の兵士の名前が刻まれている。イギリス人1537人、カナダ人270人、南アフリカ人1人である。 シャルルドゴールは1946年6月16日にバイユーを訪問し、現在彼の名前を冠している広場に石碑を設置した。その後彼はバイユーで演説を行い、1958年憲法の基礎となるものを提示した。かつては第4選挙区の中心であったが、現在のバイユーはカルバドス県第5選挙区の中心地であり、2017年、 以来国民議会議員を務めているのはベルトランブイクスである。2014年に再編されたバイユおゴーおごりは34のコミューンで構成され、県議会議員2名が代表となっている。コミューンとしてのバイユーは2011年以降債務を大幅に削減し、2016年は健全な財務状況となっており、住民1人当たりの負債率は259ユーロとなっている。 人口1万人から19999人までのコミュ,ューンにおける平均負債率が住民1人当たり941ユーロであることからこれを大幅に下回っている2017年時点のコミュ,ューンの人口は1万3121人で2012年当時の人口より4.04%増加した参照元 1962年から1999年までは、複数コミューンに、住所登録をする者の,の重複分を除いたもの。それ以降は、当該コミューンの人口統計によるもの。1999年まで、イヘス、カシニー、2006年以降 INSEE ユーは、カーン教育行政区に属する。バイユーには、幼稚園から中学校まで10校。 障害児専門学校1校、コレージュ3校、理性に相当する、一般教育高校と公文職業技術高校の2校がある。バイユーには、保育園と小学校に通う児童が2000人以上、中学生と高校生が3500人以上いる。4世紀以来、バイユーには、カトリックの司教区が置かれてきた。初代バイユー司教は、聖エグジュペールである。1855年、 八つの主席司祭教区、51の教区を含むバイユー理事ュー司教区が創設された。現在の司教は2010年に就任したジャンクロード・ブーランジェ氏で、司教館はバイユーのランベール・ラ・フォレスティエ通りにある。神学校は1969年以降使われなくなり、現在はタペストリー美術館が入っている。現在、 バイユーは、別山地方の首席司祭教区と、30のコミューンと2万6千人の住民からなる、ノートルダムド別山教区に属している。大聖堂とサンパトリス教会は、今も、定期的に信者を受け入れている。1648年以降、ベネディクト会派のサント取りにて修道院があった。新教と教会はプルドムの工事にある、福音主義教会、 ビブリカル・バティスト教会は、ネスモン通りにある。バイユー豚バイユーとベッサン地方は、伝統的に農業、特に乳製品生産専門の土地柄である。バイユーは、ベーバスク、コルス、ガスコーニュ、リムーザンと同様に、国内で6種ある地名に関連付けられた名を持つ、豚品種の一つ、体は、白で黒い斑点を持つ、バイユー豚の産地である。ベサン産の食品は、 サンパトリス広場で毎週土曜日朝に開かれる市で見つけられる。ポルタンベス産港やグランカンメジー港で水揚げされた魚介類、農場の家畜、乳製品やリンゴを使った食品など、水曜日朝にサンジャン通りでも市が開かれる。市の中心であるジェネラルドゴール広場では有機農業の農家がシードルやカルバドス、リンゴジュースを販売する。バイユーの街では 別産の果樹園で収穫されたリンゴの加工が行われる。バイユーから3キロメートル離れたゲロンにあるビアール社のシードル工場では、シードル、ポモー、カルバドスドバイユーが販売されているが、工場で生産されるのはシードルのみである。ラベルにはバイユーのタペストリーから抜粋したデザインが使われている。新鮮で半生のヤギのチーズ、バイウカスはノナンで生産されている。 ありがとうございます。